だいぶあたりも暗くなってきましたね。7時半ぐらいですね。ランタンもいよいよ出始めて、もうちょっと暗くなればまた違った雰囲気が楽しめるんじゃないかな。楽しみですね。お腹も一旦落ち着いたので、またここから飲み直しという感じでしょうかね。いい雰囲気になってきましたね。うわすごっ、焚き火台を変更しました。これで反射の熱でみんなあったかいそうなので、味あるね。焚き火を楽しんでますよ。やっぱいろんな道具持ってる方とね、キャンプ行くと楽しいですわ。あー見て、このキッチン感、森の中のキッチン、いやーいいですね。おしゃれ。はい、じゃあ恒例のステーキ、パパーっとニンニクチップスをオリーブオイル敷いた上に、はい、たっぷり敷いて少しなじませて、香りをオリーブオイルにつけて、あ、焦げちゃうな。まあいっか、焦げたぐらいがちょうど美味しいですよね。あ、香りが出てきましたね。あ、このトング出てきた。だいぶ香り出てきたな。出てきたんで肉敷いちゃいます。あ、いや、てか肉まぶし、あれだ、まあいいや。あ、柔らか、この肉でか、入りきんない。よいしょ、いっぱいですよ。これ火通りきんのかな。よいしょ、はい、はい、じゃあなんとなく裏返します。よいしょ、あーすごい男の料理っていう感じですね。想定外のデカさでしたね。あー火が通ってないですね。もうちょい火通したら、じゃあまた切ってそれぞれ焼いてもらう形になりますね。セルフサービスで。はい、じゃあ切ってきます。いやちょっと脂身が、筋が多すぎて、この肉自体がね、またそこまで高いものではないんで。あ、けどちょうどいいな。ほら見て、ほら美味しそう。一部分を除いては、どうでしょう。ちょっとじゃあ味見だけしてみますわ。ここの部分味見してみます。硬いな、筋硬いな。美味しいかな、楽しみですね。はい、うんうん、薄い、何もかもが薄い。はい、改めまして料理を作りました。肉と生ハムチーズ、おしゃれい。というわけで皆さん、改めまして乾杯しましょうか。はい、はい、乾杯。誰も何も喋らない。
あーもう大満足ですよ、これは本当本当に楽しいですよ。でちょっとあまりにもシーンがありすぎてデジカメの充電がなくなってきちゃってるんで、もしかしたら今日これ以降とかはスマホの撮影になるかもしれないですね。明日の朝多分スマホになっちゃうかなと思いますので、音質とか変わりますね。ご了承くださいませ。バケットが切られております。トマト煮を焼いたバケットの上に乗っけて運ばれていく。あれめっちゃぼやける。どうだ、あざます。いやーこれは美味しそうです。いただいちゃっていいかな。どうぞ。いただきます。よいしょよいしょ。マジでうまそうなんだけど見えないか。いただきます。うまっうまっ、進む、あったまる、うまっ。いやー食べましたよ、だいぶ食べた。さすがにお腹いっぱいになってきましたね。あとはもう軽く飲んで、時間も10時前ぐらいですかね、寝るんじゃないかな。もう疲れもありますしね。じゃあちょっとね、寒さが結構心配です。かなり寒いです。そこだけですね。じゃあ先にガガガガガガ俺の顔、ごめんなさい取り乱しました。先にお休みを言わせていただいて、お休みを言わせていただきます。おやすみなさい、また朝。おはようございます。現在朝8時ですね。よく寝れました。そこまで寒くもなく、結構あったかい布団も持ってったんで、キャンプ場の朝最高ですね。いやー気持ちいいわ、本当に気持ちいい。この子みんなが起き始めてきたら、お腹洗ったり歯磨いたりして朝食の準備をします。朝寒かったので片付けちょっと大変ですけど、焚き火を一人でし始めてみました。もう薪割りをね借りて、いいですね、あったかい。はい、改めましておはようございます。皆様も起き始めて、周りも明るくなり始めましたね。だいぶ朝食を作ってもらってます。で私はですね、こちらで目玉焼きを可愛いスキレットでしています。本当はそうめんをね作りたかったんですけど、昨日の食材余ってるんで、こちらをまず全部使います。はい、ハンモックをね楽しみ始めている方もいらっしゃいますよ。
な。目玉焼きがこのね、ちっちゃいスキレットで焼くと可愛いですね。一瞬で出来上がりますわ。焦げちゃうかな、危ないかな。美味しそう、美味しそう。はい、朝食一品二品目ですね。じゃがいもの明太バターあえっていうんですかね、それと目玉焼き、うまそう。あ、食べよう食べよう、食べますわ。いただきます。うんうん、これはうまい。はい、朝のメインディッシュ登場です。はい、オープン。すごい、もはや何かわからない。これはカマンベールチーズですか。カマンベールチーズのアヒージョ。ちょっとこれいただきましょう。早く、こちらにバケットありますので、これをぶっ込んで。あー、チーズ普通に取れるんだ。あ、こういう感じとは思わなんだ。もっと固形物かと思った。いただきます。すごっ。失礼します。熱そう、熱い。うんうん、やばうま。ピザや、ピザ。見てこれ見てこれ、超うまそう。いただきます。うん、うまっ、うまっ、ほっこほこ、うまっ。ご飯を食べ終わってもう片付けの時間ですね。早い早い、片付けめっちゃ早いよ。友人、気がついたらなくなってた。我々はまだ全然終わってないですよ。テントがね、ちょっとあれなんですよね、あれなんですよ、マジであれなんですよ。はい、やっと片付け終わりました。やっぱりね、私が片付けがねスマートにいかないので、すごい時間かかりますわ。楽しいけどね、片付けがどうしても嫌なんで、こう荷物も減らさないとっていう感じにもなりましたね。本当にいいキャンプ場でしたよ。楽しかった、本当楽しかった。何本映っちゃったの。というわけで、今回の道志の森キャンプ場ですね、ドルキャンですかね、これで終了させていただきます。後半デジカメの電池なくなっちゃったので、スマートフォンで、これもそうなんですけど撮ってますけど、また来たいですね。道志の森はこれまた何回来てもいいですね。安いしね、まあ、ちょっと遠いかもしれないですけど。ではこの辺で今回の旅は終了させていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価などしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅で、バイバイ。